バンキシャコラム、ドジャースの山本義信投手の優しさが詰まった発言だった。ワールドシリーズ前日のメディアデーでの会見、横に座って苦楽を共にした園田義男通訳への思いを聞いた。山本は単発に刈り込んで大舞台に臨む通訳の横顔を見ながら、溢れる思いが口をついた。お互い、こっちに来てルーキーというか、 ソノダさんは特に違う業界から入ってきたので苦労とか、たくさんあったと思う。でも、あまりそういう姿を見せることなく、ソノダさんにとってはすごい一年、ワールドシリーズまで来て、最後泣かせたいなと、笑。泣かせたい、冗談めかしていったが、山本にとっては本心だろう。いて欲しい時にいない男、とソノダ通訳をいじることもあるが、ソノダ通訳の努力、 献身さを山本は誰よりも知っている。その脱訳は映画業界からの転身。英語が分かっても野球用語が分からず、今でも悩む日々が続く。その脱訳からも山本への熱い気持ちがほとぼしる。韓国でのパドレスとの開幕シリーズで山本が打ち込まれると、その後、髭を剃る日を当日から前日に変えた。シーズンで山本が高騰して勝ったパンツは、勝負パンツ。 として白くなど弦を担ぎまくった。米国の国立公園のプリントが入ったパンツがいいんです。勝つんです。シーズン中、その脱訳は屈託のない表情でこう語ったこともある。右肩の故障で離脱するなど難しい時期も過ごしたが、山本にいつも感謝していた。本当、僕は選手に恵まれました。こんなに幸せで、こんなにいい環境でいいのかなって思うんです。同じ。 ルーキーとしてドジャースに入った二人。山本は回答して、ワールドチャンピオンを相棒にプレゼントするつもりだ。そのために、その通訳は全力で山本を、チームをサポートする。